放送局っていう名前は名乗っていますけれども、あくまで、ネット上の一サイトであって、ネット上のインチキ放送局であると言って、みんなに笑ってもらってます。唐桑半島はどうしても気仙沼、旧唐桑町で、気仙沼の市街地のようには町の様子をこう震災後も伝えてもらっていないんじゃないかっていうふうなことがありましたので、そこでじゃあ、唐桑半島の様子を伝えるサイトということであれば、住民の一人としてお手伝いできることがあると思いますということで、あくまで最初は半年ほどの、ちょっとその先は自分の、塾の方もなんとか立て直したいという思いもありましたので、あくまで次元付きのプロジェクトとして、できるところまでやらせてもらうっていうふうに始めたのがきっかけでした。アイデアとしては、そのお年寄りの方、町のお年寄りの方であったり、あるいは若い高校生とか中学生なんかに、キャスターなんかやってもらったら面白いんじゃないのっていうような話はしているんですけれども、現状はちょっと完全に更新がストップしていて、面白がって見てくれた人たちからはちょっと残念だねっていうような声が聞いてます。一緒にやってくれる人いると、現状僕動けないので、ただその地元の人間として、こう地域の中でこうコーディネーター役みたいなことはできますので、取り手になってみたいっていう人だったりとか、あるいはじゃあ番組のそのコンテンツを作っていきたい、あるいは運営していきたいっていう人がいてくれると、すごく嬉しいですね。あるいはそれをきっかけに、そういう活動をきっかけに、唐桑半島のこと、もうちょっと大きくしたら、もしかしたら気仙沼市のことを、東北のことを思ってくれる人が一人でも増えてくれるんであれば、即大歓迎です。はい、唐桑半島の唐桑放送局の小野寺です。現状はちょっとお金も、それから人手もいない状況なので、ボランティアでのお願いになるかもしれません。かもしれないじゃないな、ボランティアでお願いするっていうことだと思います。ただ、唐桑半島ってとても魅力のある場所です。人も、それからし、あの景色も、そこにある文化とか雰囲気、心地よい風が吹いていると思いますので、もしも唐桑半島に、遠くに興味がある方がいらしたらですね、ぜひ僕らの活動に加わっていただけると、仮想というか今現在止まっておりますので、動かすことができるのはあなたです。ぜひよろしくお願いします。